それでは再びこんにちは。次の話題に移ろうと思います。次の話題は遺伝情報からタンパク質ができるところです。でここに関しては結構なんか皆さんもかなり勉強の中心になっているのではないかということで、ちょっと私簡単にしか準備をしておりませんが、まあ、ちょっと道筋だけでも解説したいと思います。まず遺伝情報からタンパク質ができる段階で、いきなりちょっと遺伝暗号が出てくるのはちょっと唐突すぎると思うんですけれども、まずその DNA というのが遺伝子の実体であって、その DNA というのがデオキシリボ核酸という物質であるということが知られています。でちょっと私口頭で大体申し上げるので覚えている方もご存知の方はよく確認して、そうでない方は後でよく確認していただきたいのですが、その DNA はディオキシリボ核酸で高分子なんですけども、二重らせんの高分子を作っていて、それぞれの単位は何かっていうと、リボースとリン酸と4種類の塩基でできております。でこの4種類の塩基っていうのが、そのアデニンとチミンとシトシンとグアニンというものなんですけれども、そうですね、ちょっとこうパッと端折ってもしょうがないので、ちょっと4種類の塩基だけちょっと私皆さんもこの4種類の塩基でコンピューター上でいろいろ皆さんもリソース調べられたりするのかもしれませんが、ちょっと書かせて。お待たせいたしました。で今ちょっとホワイトボードに書きましたのが遺伝情報を構成するその、DNA の一つのそのヌクレオチドの単位がその、その塩基とリン酸とデオキシあとデオキシリボースっていう分子からできてるんですけど、その、遺伝情報をその特徴づけるものがこのアデニン、グアニン、チミン、シトシンという4つの塩基でできております。で、これらが二重らせんをどうやって作るかっていうと、今ちょっと4つの塩基書きましたけども、アデニンとチミンの間でこう、O と H の間に、水素結合とか N と H に水素結合の手が2つつながってこう水素結合のペアを作るし、で、グアニンとシトシンは水素結合が3つ作って、そうやって、こう二重らせんが、できるというそういう DNA の構造をしていて、ちょっと それをちょっと図示できなくて申し訳ないですけれども、相補的なDNA の高分子ができて。で、その DNA は、やがて、RNA という分子にこう転写をされて、その時に RNA ポリメラーゼという分子が働いて転写をされて、で転写された後細胞の中でいろいろ小胞体が出てきましたけど、そこにリボゾームという大きなタンパク性合成の場の分子があって、それとテルテル坊主みたいな分子なんですけども、そこで、アミノ酸がこうつながったポリペプチドができて、これが生態を構成する20種類のアミノ酸 この半分ぐらいを図示したものなんですけども、グリシン、アラニンのような非常に、単純なアミノ酸から、
こうあの方向属をの持ったアミノ酸まで20種類のアミノ酸によってポリペプチドができてタンパク質が、合成されます。で、その遺伝情報とアミノ酸の、仲介役をするのが、まずこの RNA に転写された後、このトランスファー RNA を介して、アミノ酸がこう、のポリペプチドが合成されていくんですけども、20種類のアミノ酸と4種類のこう塩基配列情報との対応関係をがこの遺伝暗号によって規定されています。でこれは、TCAG であの表して、います。で20種類アミノ酸があって塩基は4種類だから20種類に変の情報を表すのに、まあ、塩基1文字じゃ足りないし2文字だと16種類だから足りないしやっぱり3文字いるんだなということがあの皆さんにも納得していただけると思います。でここで、ちょっとあの RNA のことをちょっと図示できなくてあの申し訳ないですけれどもあの RNA はあのデオキシリボースじゃなくてデオキシリボースのところがリボースになっているあの化学物質で DNA に比べると化学的にあの不安定ですがあの非常にあの転写の過程であの重要な役割を果たしてあの転写から翻訳へとつないでいきます。で RNA の場合はあのこの TCAG じゃなくてあのチミンのところがウラシルになります。なので教科書によっては遺伝暗号がこの TCAG じゃなくて T のところをウラシルの U にしたあの UCAG であの表しているものもありますがあの意味はあの同じです。で遺伝暗号はこのように1文字目2文字目3文字目でこうやって表していますがあのここであの、必ず押さえていただきたいことは開始コドンとあの終始コドンのことです。で、ここで、アミノ酸は3文字表記で書きましたが、メチオニンという遺伝コード、ATGRNA だと AUG というものがありますがこれはあのメチオニンというアミノ酸をここの下の方に真ん中辺にメチオニンがありますがこれをコードすると同時にこれはあのタンパク質の翻訳が始まるところでもあります。でもう一つ の, あの大事なコドンが終止コドンでこちらのコドン表では橙色で示しました。でアミノ酸の記号のところはあの終止コドンのところは TER とオレンジで書きました。で、終止コドンの種類には、3種類ありまして TAA、TGA、TAG、3種類とも使われております。でどれが頻繁に使われているかというのはあの生物の種類によって若干 の, あの違いがあります。まあ、遺伝暗号は必ずしも覚える必要はないんですけども特にあのアミノ酸との関係だとか ORF をよく解析する必要であればあの覚えた方がまあ研究上効率はあのいいと思いますしで私もこういうものもよくあの机の前にあの貼っております。であのコドン表を見ると、興味深いことにあの40縮体コドンというのが8つあります。例えばグリシンのコドンですけど GG なんとかって時は全部グリシンだし、GT なんとかだと全部バリになって3文字目は何であってもあのこうアミノ酸は変わらない。これをあのコドンの縮体とか縮状と呼んでいます。でこのコドンを見てあのもう一つあのちょっと予測できることはこう塩基配列に突然変異が入ってきた時に、アミノ酸を変えるものと変えないものがあるということがあの分かります。で3文字目が変わってもアミノ酸配列に全然影響しないものもありますしそれをあの同義置換と呼んでおりますしでまたあのコドン表は2文字目が変わりますと必ず、アミノ酸が変わります。あとは20種類のアミノ酸についてですが、
これは、このグレーで書いているところがみんな共通で持っているところで、黒で書いているところがそれぞれのアミノ酸の特徴的な即座を示しています。で、一番単純なものがグリシンで、その他さまざまな種類がありますけれども、特徴的なものについて少し申し上げますと、メチオニンはいろいろポリペプチドの翻訳の開始として使われるというところと、あと F が入っているところが非常に特徴的です。で、この20種類のアミノ酸は、こちらの今のスライドの下の方に出てくるのの下の方に出てくるのが芳香族アミノ酸と呼ばれています。あと今下の方に出ている右側のプロリンというのは非常に形が変わっています。でプロリンは今日はちょっとタンパク質の二次構造のことあんまり話せないかもしれないんですけれども、このプロリンはちょっと非常に変わった形をしていて、タンパク質のアルファヘリックスの中には出てこないそうです。で、こういう法則も二次構造予測の中では取り入れられているそうです。でこの20種類のアミノ酸について、電荷を持つものや持たないものに大まかに分類することができます。でアラニンとかバリンなどは疎水的なアミノ酸なんですけれども、帯電しているものについては、例えばこの下の方にあるアルギニンなどは、静電荷を持っておりますし、こちらのページはあんまり帯電しているものはないですけれども、このアスパラギン酸だとか、グルタミン酸はふうに帯電しています。でこのような性質によってタンパク質ができたときに電荷がどのようになるかということで、結構タンパク質の性質を決めるものです。それで、あとはタンパク質、遺伝子から転写が起こって翻訳に起こる過程の間で、ちょっと押さえておくべきことで、ちょっと口頭だけで申し上げますけれども、スプライシングという過程があります。でこれは、メッセンジャー RNA が成熟してタンパク質作られる前に、実は遺伝子領域にはタンパク質をコードしない領域があらかじめいっぱいあって、後でそこを切り捨てて本当にタンパク質成熟したメッセンジャー RNA を作るために、スプライシングという過程を通して、イントロンと呼ばれるタンパク質をコードしない部分が、そういう DNA 上の領域が遺伝子の中にはたくさん挿入されているんですが、そこの部分を切り捨てるという切り離すというスプライシングという過程を通して、タンパク質が合成されます。で、それと細胞の中での、極材のことなんですけれども、転写は、核の中で起きますが、それタンパク質の合成はリボゾーム上で起きて、それは核の外に出て核の外に出てリボゾーム上で行われ翻訳が行われます。でその後ちょっと今回ちょっと道筋だけでちょっと簡略な説明になりますが、で遺伝子の産物であるタンパク質がその後どうなっていくかってことで、ちょっと分子生物学的なちょっと道筋でちょっと押さえておくべき点をだけちょっと申し上げますと、翻訳後タンパク質は就職を受けるものがありまして、それは糖鎖がつくとかのそういうもので、それはタンパク質が機能が発揮するために必要な就職が行われています。また適切な場所に輸送されるということがあります。でこのタンパク質が
細胞の中のどこでどこに行ってどこで働くかということなんですけれども、その辺もこうタンパク質の、そのアミノ酸配列の中の初めの方、こう N 末端側というんですけれども、そこにシグナル配列のところがあって、こう、まあ、ちょっと適切なところに輸送されるという分子生物学的なメカニズムがあるので、遺伝子産物のタンパク質がその後どうなっていくかということなどが、まあ、ちょっと勉強のポイントになると思います。あとはタンパク質の、1次構造、2次構造、3次構造、4次構造についてなんですけれども、これは簡単にちょっと申し上げますと、1次構造というのはアミノ酸配列のことです。で、二次構造というのはタンパク質だとちょっとこうアルファヘリックスやビータストランドなどを中心とした二次構造が知られていますが、これはアミノ酸配列がこう局所的にアルファヘリックスとしてこう3.6残基で一周するんですけど、こういうヘリックスを作るのか、こういうちょっと違った折りたたみビータストランドというのを作るのか、まあ、その辺が二次構造です。で、三次構造は三次元的な構造のことを言うし、四次構造というのは三次構造のポリペプチドが組み合わさって、でどういうサブユニット構成になるかとか、そういうことなので、その辺の階層性を押さえていただければいいかと思います。で、ちょっと簡単な説明になりましたけれども、DNA からタンパク質がどうできるかということに関して、最も、参考書としておすすめするのは細胞の分子生物学で、これはかなり詳しいものです。で、もう一つ、タンパク質の構造入門については、この名前の通りの教科書が最もおすすめで、原著はイントロダクション・トゥ・プロテイン・ストラクチャーになります。で、あと専門的な本と柔らかい本とちょっと両方調べようかなと思って、私は最近3番目のよくわかる DNA と分子生物学という竹村先生の本をそんなに大きい本じゃなくてすごく読みやすくて分かりやすかったんですけれども、DNA を中心に、分子生物学的なことが大変よく書かれていたので、は大変助かりました。それでは、次に、人の遺伝子多系と遺伝病と関連解析のところに移りたいと思います。で、今回は私が、担当している範囲は、過去問、この試験の過去問でいうと、問いの1から20番目のほかに、ちょっと途中で出てくる人の遺伝子多系と関連解析に関するこう問題が2つぐらい出るのが慣例みたいなんですけど、ちょっとその辺のところを担当するので少し解説いたします。で、ちょっとこれからは人のことがちょっと中心になってくるんですけれども、人ゲノムの解読が終わった後、人の遺伝子多系がの実態がどうなっているのか、また疾患に関連するような遺伝子を同定したり、またいろいろ健康に役立つための、個別の医療などがどう実現できるのか、リスク予測はどうなのかというようなことが重要な課題になってきています。で、その人ゲノムに多様性があると、例えばあるものは遺伝子への機能へ影響しますし、でそれがどう個体に影響するのかっていうのは他のたくさんの遺伝子との関係にもよりまして、重複遺伝子も結構たくさんありますので、例えば嗅覚レセプターなどは結構遺伝子にこう機能を欠損するような変異が入っていても、そういうようなものがたくさん許容されているようです。で、また環境要因とも関係して個体への影響となって、表現系や疾患とへの影響が出ているもの、出ているような多系が存在すると思います。で、分子レベルでは一体どういうことになっている
だろうかと考えますと、これはちょっと単純に書かせていただきましたが、分子レベルでは全ての細胞には2本の染色体が原則的にあって、で、転写されて翻訳されるという遺伝子の発現がなされています。でタンパク質はその目的の場所に移動したり就職を受けたり他の分子と相互作用するなどしてその機能を発揮します。で、で表現系にどうかってことになると、まあ、ちょっと2本の染色体ありますので異なるタイプとかあるともいろいろ表現系に出るとか出ないとか優性劣性などもあるし他の分子との相互作用もあって表現系があってちょっとこのような問題を考えております。人の遺伝子多型は人の、ハプロイドゲノムは約30億塩基対の DNA の情報が塩基配列の情報があります。その中で多型として多く観察されて知られているものが1塩基多型で、これは DNA の塩基配列の中の1箇所が点突然変異によって他のものに変わったものです。で現在知られている、人の1塩基多型の数は1000万を超えました。でその中には頻度がまちまちなんですが、私たちが通常多型と呼んでいるものは集団中で頻度が 1% を超えるものを多型と呼んでいます。でそれより低いものはこう、ま、稀な変異とか英語だとレアバリアンツと呼んだりしています。その区別があんまり厳しくされてないこともあります。でまた疾患との関連解析においてはなるべく頻度の高いものに着目している理由としては生活習慣病などのこうなんか皆さんに共通して見られるような原因遺伝子を探るという意味もありますし、また頻度の低い多型の情報を使って関連解析をしても統計学的にこう検出力が高くないという意味で、今までの主な流れはなるべく頻度の高い多型に着目して解析がなされてきました。もう一つのタイプの多型には挿入や結出というのがあって、こちらの絵では少しちょっと小さい2塩基がちょっと結出しているか挿入しているかはちょっと方向性の問題で分かりにくいんですが、挿入または結出というのがあって、これは小さいものからこう長いものまで随分様々です。で最近は大きいこう数千塩基以上の単位での挿入や結出、または部分的な重複の回数のバリエーション、コピーナンバーバリエーションと呼ばれているものも大規模に解析することが可能になって実態が見えつつあるようになりました。で、そもそもヒトゲノムの多型塩基配列は個人間でどれくらい違うのでしょうかという、ことがあると思います。で相当な染色体について2本のハプロイドゲノムの塩基配列を比べるとどうかということに関してはいくつかの推定があります。でこれは誰でもいいですけど、例えば私からハプロイドゲノムを着目する染色体について1個、2番染色体を1個取って、また他の誰かからも2番染色体を1本取って塩基配列をこう比べて、どれくらいに1箇所くらいについて1塩基多型が存在するでしょうかということを調べることができると思います。でこれに関する一番いい推定というのはひょっとしたらですね、あの仕事かもしれないというのはクレイグ・ベンターさんという有名なゲノム解析の研究者の方がいらっしゃいますが、クレイグ・ベンターさんが自分の2倍体のゲノムを全部読んで、それを公表して論文発表をされました。でそれだとクレイグ・ベンターさんヨーロッパ系の人だと思うんですけれども、自分の2本のハプロイドゲノムを比べたら、平均のスニップ間隔が
約、ね、1600塩基に1つ違うということが分かりました。これは1塩基多形についてです。他にも挿入形質やコピー数多形についてもちょっと推定があります。で、日本人についてもちょっと知りたいんですけれども、日本人だと、JSNPのプロジェクトにおいて、日本人のゲノムを24人の人でこうひたすら遺伝子領域について配列決定を行うという日本人のSNP探索のプロジェクトがありました。あれは、遺伝子領域に着目したもので、24人なので48本の染色体を調べてプールド DNA で、シーケンシングをしたんですけども、で私はサンプル数で調整をして、そのコーディング領域だけなんだけども、どれくらいで平均違うのかなということを見たら、約3600塩基に1個、2本のハプロイドゲノムを比べて、約3600塩基に1つ1塩基多形があるのではないかという推定が、その集計結果からサンプル数ので標準化して得られました。で、おそらくゲノム全体で見ると遺伝子領域だけじゃないから、遺伝子領域の方が塩基置換の機能的制約が強くて、他の領域はもう少し塩基置換について許容性があるので、予想としては2000塩基に1つぐらいなのか、ちょっとそれが1800塩基に1つなのか分かりませんが、ちょっとこういうことは今1000人ゲノムプロジェクトというプロジェクトが動いていて、日本人ゲノムも対象にされているので、こういうことで成果が出てくるのではないかと思います。で、ゲノムの多形の中にはいろいろさまざまなこう表に見える表現形だけでなくて、疾患のなりやすさや薬に対する個人の反応の個人差となっているものがあるので、個人の、遺伝情報をこう分析して、この集団でちょっとケースコントロール解析をすることが中心なんですが、遺伝病の原因を明らかにする研究が進んでいるところです。まず多形というのはもともとは過去に突然変異が起こったからことが原因で今見えている多形というのが存在します。で、分子レベルだとこう DNA の複製の時のエラーや修復過程というのが、あるんだけども、修復しきれなかった時や修復の時にエラーが起こって、こう塩基配列に変異が起こってしまうということが多形のそもそもの原因です。で、表現形と関連した例として昔から知られている例で、釜型赤血球による貧血というものがあります。で、これはヘモグロビンの変異なんですけれども、これは、ですね、この問題の変異がホモ接合だと重篤な貧血になって、ヘテロ接合だとちょっとマラリアに抵抗性があるということが言われていて、それでこの変異が集団から消えることなく維持されていると考えられています。ちょっとすみません、私それがこれ A から T への変異です。グルタミンからバリになってするんですけど、これがすみません、ポリペプチドと何番目かってちょっと私が記入するのを忘れてて申し訳ありません。コドンの第2ポジションで興味のある方はこれポリペプチドの何番目かちょっと確認してみたらちょっと面白いかと思います。で、DNA の塩基配列の、塩基置換なんですが、この4種類の塩基、このアデニン、グアニン、シトシン、チミンと両方ありまして、このこうペアを作るのは、それちょっと間違えないように、したいのは、こうペアを作る水素結合でペアを作る組み合わせっていうのと、科学的にどっちがどっちに似てるというか組み合わせがちょっと違うということです。で、ホワイトボードに書いたのは、DNA のその相補的な対を作るのに、グアニンはシトシンとペアを作ってこう3箇所水素結合が、できて、チミンはアデニンとペアを作って
2箇所の水素結合ができるんですけれども、科学的にはこちらの右側の2つが こっちがプリンでこっちがペリメジンかで、科学的に似てるのは右側2つが似ていて左側2つが似ています。で、塩基置換の起こりやすさというのは似たようなタイプほど起こりやすくて、異なるタイプの間では塩基置換の相対頻度というのは起きにくくなっています。実際塩基配列を比較して分子進化学的な研究や比較ゲノムの研究をすると、こう A と G のタイプでは変異が起こりやすくて C と T のタイプでは変異が起こりやすいけども、このスライドで書いたピンクの矢印トランスバージョン、異なる科学的にはちょっと似てない方の間で起こる変異の方が起こりにくいです。でちょっとそれをなんかうっかりするとこう間違えそうになってしまうんですけども、で やっぱりこう遺伝子だけを見てると、やっぱり C と T の間とか A と G の間の変異が本当に非常に多いと期待されるよりも実際多くなっています。で、ORF の中ではどうかということで、ちょっと ORF はオープンリーディングフレームでタンパク質の読み枠という意味なんですけども、この塩基置換が起こると、先ほどのコドン表をもう一回、に戻りますと、TCAG の間で塩基置換が起こったときにアミノ酸が変わる場合と変わらない場合があって、こう40縮体のコドンだと3文字目が変わってもアミノ酸が変わらないし、2文字目の塩基配列は変わるとアミノ酸は、みんな変わってしまいます。で、この ORF の塩基配列の中では、変わらない方、3文字目が変わってもアミノ酸が変わりませんというような置換を同義置換といって、これはこう英語ではシノニマスサブスティテューションやサイレントサブスティテューションと呼ばれているものです。で一方で塩基が変わることによってアミノ酸が変化する場合は、英語だとノンシノニマスサブスティテューションといって、日本語だと非同義置換と呼んでいます。でもう一つのタイプなんですけども、この終止コドンに塩基置換が起こることによってアミノ酸をコードするコドンが終止コドンになるという場合があります。これをナンセンス置換とかナンセンス変異と言いまして、これは終止コドンになると、この英語でプレマチュアストップコドンと書きましたけども、タンパク質の翻訳の過程でストップコドンが入ってしまって、そこで翻訳が終わってしまいます。で、このナンセンス置換やナンセンス変異というのは、比較ゲノムや分子進化学ではちょっと、あまり着目しない変異です。で、なぜかというと、ちょっと次世代にあまり残らない場合が多いし、人とマウスで相当な、遺伝子のアミノ酸配列を比べてもちょっとナンセンス置換に着目するってことはほとんどないです。しかし人の場合だとナンセンス変異というのはメンデル遺伝病の原因として知られているものが結構あります。ただしそういうのは観察される頻度は高くないです。しかし私はスニップ関係の情報整備や ORF の対応との解析とかを行っていたんですけども、人の遺伝子には結構冗長性があって、嗅覚レセプターとか、なんか細胞子に関するものやシグナルトランスダクションに関するものを、そういう遺伝子群を結構いっぱい持ってて、割とこう人の遺伝子セットっていうのは余裕があるわけで、でそれがナンセンス変異というものが結構あって、頻度がすごく低いとは限らないというものが出てきましたので、またこういうのはやがて人個人のゲノム解析とかするとまた
いろいろ見えてきて興味深いのではないかと考えています。で、ナンセンス変異が起こるとどういう効果があるかということなんですけども、ですね、まず単純に正常なポリペプチドじゃなくてこう短くなったポリペプチドができてタンパク質の産物が短くなるということが考えられます。まあ、これまずこれが一つなんですけども、割とここ数年の成果だと思うんですけども、ストップコドンが入るとこうメッセンジャー RNA からこう翻訳が起こるときに前の方で終止コドンが入るとそれを認識してタンパク質を作らなくしてしまうというメカニズムがあることが分かりました。これはちょっと詳しいことなのであんまりこう試験に出るようなことじゃないと思いますが、でも私は結構なんかすごくドラスティックなことだと思うのでちょっとあえてここで述べますけれども、エクソン・イントロン構造の中で、最後のエクソン・イントロン境界のところから50塩基ぐらいのところを境にしてそれよりも後ろにあるストップコドンっていうのはタンパク質を一応作ってちょっと短くなったタンパク質ができるんですけども、それよりも前に、ストップコドンがあるとこうナンセンスメディエティッドディケイというメカニズムがあってこう、翻訳を開始しようという翻訳の時にちょっと認識してもう異常なものは作りませんと異常なものは作りませんという細胞にはそういうメカニズムがあるということが分かってきたのでナンセンス変異には、タンパク質が短くなるのと、タンパク質作んないという2種類の効果があるということが分かっています。次に遺伝病に関することでメンデル遺伝に着目してちょっと単純なケースですがすごく典型的な場合について簡単にご紹介しておきたく思います。遺伝子の変異と病気の関係は非常にクリアなものからちょっと例えば糖尿病とか生活習慣病みたいに解明が結構難しくて複雑なものまで様々あります。しかし、メンデル遺伝に従うというものに関してはこうある程度の成果である程度のこう解明がなされで、メンデル遺伝病の、原因遺伝子の同定というのが行われてきました。で、ここで単一遺伝子による病気、単一遺伝子疾患というのは、英語ではモノジェニックディスオーダーと言ったり、シングルジーンディスオーダーと言ったりしますが、原因が単一の遺伝子に起因して遺伝様式がメンデルの遺伝の法則によって予測可能な場合を言います。でどう分類するかというと、ちょっと例外としてミトコンドリアの遺伝病あるんですけどちょっとそれ以外のものを分類しますと原因の遺伝子が、上染色体あるいは X 染色体上にあるか人の場合だと染色体の1番から22番までが上染色体で男の人でも女の人でも同じように2コピーずつ持っています。で X 染色体は性染色体で、この XY の組み合わせによって男性になるか女性になるかが決まっているものです。で、上染色体上にあるか X 染色体上にあるかでもう一つは検出の発現が劣勢なのか優勢なのかという分類の仕方をします。でそれではちょっと、この典型的な単一遺伝病について家系とかちょっと一つずつ例を挙げてご説明をいたします。最初に、単一の遺伝子の遺伝病で上染色体上の劣勢の遺伝病について、例を紹介します。これはですね劣勢の遺伝病というのはどういう場合に発症するかというと病気を起こす対立遺伝子を2個持ったとき
だけに病気になりますという場合で、これは大抵その変異によってその遺伝子がその正常な機能を発揮できなくなっていて、2個とも病気を起こす対立遺伝子を持っているということは、遺伝子機能を持つそのコピーを1個も持っていない場合に起因するということです。で、この遺伝様式でちょっと家系図が出ていますけれども、家系図で四角は男の人を表します。で、丸は女の人を表します。で、一番上は四角の男の人と丸の女の人が結婚して、ちょっと丸の女の人はヘテロで婚姻者ということにしてますけれども、で子供ができて、またその四角は男の子で、丸は女の子で、またそれはそれぞれ配偶者を持って結婚して子供ができて、で、この塗りつぶしてる分け方は、発症している人が真っ黒で、ヘテロで、病気を起こすタイプの対立遺伝子を1個持っている人が婚姻者で、小さい黒丸が書いてある方で、で白、何も塗ってないのが健常者です。でこちらの遺伝様式だ と、 ちょっとまず下から見ると、一番下の方に、発症者が男の人が1人、女の人が1人います。でそれはどうしてそうなったかというと、その真っ黒い四角と真っ黒い丸の両親が両方とも婚姻者であったからです。でちょっとこの場合は、いろんな場合あると思いますが、この家系図だとたまたまその、両親とも婚姻者って、実は両親がちょっと近親結婚してるっていう場合ですけれども、この劣勢の遺伝病だと、ちょっと特徴的なことは、前の世代とかその前の世代に発症者が出ていないけども、婚姻者同士が結婚したことによって、子どもの、これ多分期待 50% かな、ヘテロの両親が婚姻者でヘテロだと、その着目する遺伝子座について生まれてくる子どもの遺伝子型の頻度、だから劣勢でホモになる確率は 25%、 25%、 失礼しました、そうですね、なので特徴は、ちょっと発症者が連続的に出ないことが多いということです。でこのような病気の例として、ヨーロッパに多いちょっと単一遺伝子病の例として、嚢胞性繊維症、英語だとシスティックフィブローシスとして知られている病気があります。でこれはこの病気は肺などの機能が損なわれて、なんか粘液がこう管に溜まって機能がちょっと障害が出るというもので、原因遺伝子が分かっていて、それは、染色体の 7番の調和に存在する CFTR という名付けられた遺伝子が原因ということが分かっています。で、2000人に1人の割合で乳児に見られて、婚姻者はなんと20人に1人という約 5% の割合でいて、生存期間は長くて約30年という。でこれが染色体上の劣勢遺伝の場合の例として紹介いたしました。次に、劣勢じゃなくて有性だったらどうでしょうということをご説明します。これは上染色体上有性はオートゾーマルドミナントとして英語では言いますが、これは先ほどの場合と遺伝継承の仕方が結構対照的です。で有性なので疾患を起こす対立遺伝子がたった1個遺伝することによって発症
しますので、家系図で見ると、すべての世代において発症者が見られます。で、この、ここに出している家系図だと、黒で塗ってある人が丸であろうと四角であろうと、前世代出てきます。で、ここではちょっと本因者というのはなくても、本因者イコール、患者になってしまうし、で、発症者の子どもは 50% の確率でその病気になる傾向がありますので、ちょっと、やっぱりこう、その家族にとっては結構深刻なことです。で、よく知られている例でどんなのがあるかというと、こうハンチントン病という病気があって、これは中年以降に発症してちょっと動きがコントロールできなくなって、よく両親のどちらかがこうそういうのが発症すると、そのお子さんもこう自分がなる可能性はどうかってことで、いろいろ遺伝の相談の対象になったりするような場合です。で、このハンチントン病は、これはハンチントン病の原因遺伝子がクローニングされたということは結構遺伝学の歴史上1993年にクローニングされて結構画期的な進展だったんですけども、進行性の神経性の退化による病気で中年以降に出て、ちょっと痙攣のようなコントロールできない運動になって、で、どんな変異だったかっていうと、トリヌクレオチドリピートといって塩基配列では CAGという一つの単位のこう重複のこう繰り返し回数が増加するという、そういう変異が原因になっているということが分かりました。で、でちょっと私は突然変異のタイプということをあんまりいろんな種類についてちょっと申し上げてなかったんですけども、点突然変異、スニップのような点突然変異や挿入結節の他に、こういう小さい反復数の数の変異というのも頻度の高いものとしてありまして、これは結構DNA 複製の時にこう滑りが起こって、こう小さい塩基配列の単位の繰り返し数が変化するということがあります。で、似たようなものにこのマイクロサテライトリピートがありますけれども、これも小さい塩基配列の単位の短い単位の繰り返し数の反復数の増加で、PCR などでこう割と変異が観察されるので結構活発に行われてきています。で、他に、VNTR というのを聞いたことがある人がいると思いますけども、これもちょっと繰り返し数の変化のことで、 VNTR っていうのは何の略かっていうと、バリアブルナンバーオブタンデムリピートです。で、タンデムリピートがこう立て続き の、 反復ってことなので、マイクロサテライト多径、マイクロサテライト多径や VNTR っていうのも、こういうここで見るトリヌクレオタイドリピートのように反復数の変化によるものです。で、こういう反復数の多径も疾患遺伝子を同定するためのこう多径マーカーとしてよく使用されておりましたし、あと過去の問題を見ると、なんかこういう用語の意味をこう一応なんか選択肢の中にこう出てきたりするので、中心ではなくてもちょっと単語の意味を理解しておくと良いかと思います。最後に3つ目のタイプの遺伝病としてもう一つ典型的で重要なものを挙げておきます。これは晩性遺伝の疾患で X 染色体に乗っかっているものです。で、これは人の男性は X 染色体を1本しか持っていないので、X 染色体に乗っている遺伝子でもし疾患を起こすタイプのものがあると、これが母親を本因者として
こう遺伝するということが知られています。でここにスライドに出している家系図だと、スライドに出している家系図ではまず、お父さんが患者でお母さんが健常だけども、その娘さんが保飲者と保飲者となって、でその保飲者の娘さんが、また保飲者の娘さんを産んで、健常者の男性と結婚して、ちょっと男性の子供に患者が出るという、でこれはまあ、全部じゃなく世代をスキップしてこう遺伝する可能性があるというのが特徴的で、このような遺伝病にどういうものがあるかというと、血友病やドゥシェーヌ筋ジストロフィーという病気などがあります。でここでいう血友病は血液が凝固せずに流血が続くもので、第8因子として知られているものが欠損していることによって、X 染色体上の位置が X 染色体上の調和の28という座位にあることがあっても遺伝子が同定されています。で、で今ここで割とメンデル遺伝でこうクリアな場合のみを典型的な例で出しましたけれども、実はメンデル遺伝の病気で単一遺伝病でも複雑なことはたくさんあって、病気を起こすタイプのジェノタイプ遺伝子型になっても、ちょっと浸透率といってこの発症する可能性が 100% ではなくて、こういろんな0% でも 100% でもなく、そのこう間のこう発症する可能性にこうがいろいろレベルであるということもあるし、そこまでは試験で問われることはないけど、こうメンデル遺伝病にもちょっと他にも複雑な パラメータによって発症する可能性などが変わるということがあります。とでは次に、ちょっと単純なメンデル遺伝ではないものについて、これはちょっと詳しくは述べないんですけども、ちょっと今研究が進行しているものでもありますが、多因子の疾患または形質についてまさに今研究がどんどん進んでいる段階です。でこの多因子疾患についてまたこれも日本語と英語の対応がねあんまりすっきりしてないんですけれども、英語での遺伝学の定義では一応こうなっているというのを述べます。ただ試験であまり詳しくは問われないかもしれませんが、こうマルチファクトリアルディジーズと呼ばれているものは、ファクターがマルチなのであって、こう遺伝と環境の両方が要因となっているような病気を直訳すると多因子疾患なんですけど、マルチファクトリアルディジーズと呼んでいます。で一方で複数の遺伝子が関与していますというものはコンプレックスディジーズと呼ばれていて、例えばこう糖尿病とかああいうなんかリウマチとかは結局、両方なんでしょうね。複数の遺伝子が関与もするし、生活習慣病だと遺伝と環境の両方が要因となっているので、コンプレックスディジーズでもあるし、マルチファクトリアルディジーズでもあるものが、結構研究の対象となっていますが、日本語訳だと、なんか両方とも多因子疾患と呼んでるような気がするので、あまり問題がなければいいと思いますが、厳密に理解したい人はこういうことだと思ってください。で
最後に、これは私たちのセンターで活発に行っていることで、今まさに日本人についてもどんどん成果を上げている重要な課題の一つなんですけれども、生活習慣病にはいろいろ心筋梗塞、糖尿病、リウマチ、さまざまなものがあるんですけれども、ゲノム全体をカバーする一塩基多系のマーカーを使って、患者集団とコントロール集団で、ジェノタイピングといって遺伝子型を決定して、これをゲノム全体をカバーするように50万箇所ぐらいでバーッとやって、糖尿病の患者さんと健常者、糖尿病については健常者の間で、アリール頻度または遺伝子型頻度っていうのを統計的に評価をして、なんか統計的に有意な差があるゲノム領域がありますかっていうのをちょっとまず探しに行くんです。で、直接病気の原因の多型が分かればいいんですけど、ちょっとそれは多分ほとんどの場合不可能で、原因の多型っていうのがこう知られている多型かどうか分からないし、ちょっとそれは分からないわけですけども、講義の前半の方で連鎖ということを申し上げましたけれども、だって連鎖が保たれているような密度でスニップのマーカー、ジェノタイピングするスニップのマーカーをゲノム全体にわたってこうセットをして、でそしてジェノ遺伝子型をケース集団とコントロール集団についてバーッとジェノタイピングで決めて、でそしてこう関連解析すると連鎖の関係を通して原因の遺伝子がある近傍のスニップが連鎖の関係で、アリル頻度の差または遺伝子型頻度の差を示すということを期待して、そういう過程に基づいていて、最初は病気とその多型の頻度の直接の原因じゃなくても間接的な関係を探しに行くわけです。そして有意な差のあるスニップがこう見つかってきて、それが複数並んでいるとこのゲノム領域に原因遺伝子があるかもしれないということになって、詳しい解析を します。でその詳しい解析っていうのは基本的にはどのスニップが最もこう違いを強く示すかということも見るし、新たに塩基配列決定をしてさらなる多型がないかということを探索して、そしてこうで究極的にはこの多型があることによってこの遺伝子の産物がどう変わったとか、この多型によって問題の遺伝子の発現のレベルが変わったとか、こう遺伝子機能と遺伝子機能で説明できるような原因を明らかにしていくということで現在活発に行われています。で、このような解析をするには、ちょっと日本人は結構いい条件を満たしていて、人種が複雑な国、例えばアメリカだったら黒人の人も白人の人もいたりして、遺伝的な構成をケース集団とコントロール集団でこう間違ったりするし、そもそもこうヘテロな集団、全体的にヘテロな集団だとこうケースコントロール解析できれいな結果というのが得にくいんですけども、そういう理由でヨーロッパではアイスランドとかそういう割と隔離された均一な集団に着目されて研究が進んだという背景があります。その点日本人の研究では、日本人が、地域差ありますけど比較的こう多様性が少ない集団であって、また日本人のスニップ研究は非常にすごい努力によって正確なスニップ情報を出して、世界で初めて2002年にこのケースゲノムワイド関連解析を成功することができて、これが2002年で、この点では世界をリードしたと思います。で、
それでこの分野についての参考書と情報リソースについてなんですけども、本当はちょっとたくさんありますところをちょっと少ししか挙げてないですが、人の分子遺伝学という本があって、これは外国の方が書いた 本の訳法なんですけど、非常に詳しく載っていていいと思います。で、それで、私はこの後またちょっと15分ぐらいの休憩をとって、その後人遺伝子アノテーションデータベースを紹介するということと、私配布用の資料を持ってきましたので、皆さんにお配りしたいと思います。で、配布用の資料の一つは人アノテーションデータ、人遺伝子のアノテーションデータベースである H インビテーショナルデータベースという人の完全腸 CDNA に基づいたアノテーションデータベース、そのパンフレット、もう一つは私たち の研究 の紹介をする A4 で表と裏印刷したものがあって、日本人のスニップを大量に調べて日本人の集団構造や地域差についても面白い知見が得られたということについても少し紹介できたらと思っています。それでは第2コマ目をこれで一区切りにしたいと思います。